ひでえ練習環境でやんないと。こんなチームに負けなきゃいけねえんだよ。くっそ。北斗からしいっすね。あ、克服しちゃった。あ、野球拳の次期継承者ですと。付き合うとかそんな世界人間じゃないの。え、ミオちゃん普通っていう言葉に敏感だったじゃん。普通の女が憧れてんじゃない。よろしくお願いします。いいね、彼女になりました。よしよし。お、バッティングリズム超いる感じ。あ、表示されるボタンと同じ位置にあるボタンをタイミングを押すと。うわぁ、わかりづらこれ。まあいいや。そんなにあんの。なるほどね。普通上げと鬼上げ。じゃあ鬼上げでいきましょう。鬼上げでいきまーす。なにこれ、音ゲー始まったんだけど。なにこれ、音ゲーなんだけど。ちょ、待って。音ゲー始まったんだけど。なにこれ。ディーバやん。ちょ、待って、むずっ。あ、ミスったんだけど。なんか音ゲー始まったんだけど。お、今日、あ、いや、よかった。弾道イベント起こりましたね。よかった、よかった。いやー、行こう。決勝だ。甲子園大会も最終日、頂点をかけた戦いが始まります。頼むぞ。新高校対知人交流高校、夏の甲子園大会決勝の模様をお送りしてまいります。よし。いやー、皆さん最後までぜひ見てください。高校は須崎以上の両先発、優勝はどちらのチームに輝くか、運命の決戦は。いやー、もうときめきが勝つしかねえよこれは。いやー、いきなり2点。勝つしかない。先頭バッターは4番大曽根。さあ1球目、見送ってボール。これはいやー、この神曲とともに私はやりますよ。第2球を投げました。よいしょ。あー、これダメかな。はい。うわー、くっそ。マジか。ちょっとボコボコじゃん。バッターは4番大曽根。第1打席はライトフライに倒れています。よっしゃー、確定。よし。よし、いいぞいいぞいいぞ。勝てる勝てる勝てる。これなら勝てる。よいしょ。よし、いいとこいった。よし、いいぞいいぞ。いけるいける。これは勝てる、これは勝てるぞ。おい、バカ、何やってんだよ。本当に意味わかんねえよそれは。あ、やばいな。ちょっと待って、それは勘弁してくれよ。あ、ちょっと待てよ。よいしょ、頼む、入ってくれ。入らんな、きついなこれ。頼む、頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ、マジで本当に。よし、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 勝った。よし、やっと勝てた。やっと勝てた。いや、信じてた。いや、俺はこのチームを信じてた。よし、よっしゃ。まぶしい。まあ、イフレンズ。あ、すいませんね、ちょっとね、動画の関係でワンテンポ遅れてる。春の降れば、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ。やりました。よし。いやー、勝てた。ときめけ。これがホームドルチャンネルだ。やっと勝ちました。あー、カラスさん、1220円ありがとうございます。いやー、皆さん、アイスパお願いいたします。やっと勝てました、本当に。いやー、マジで、顔が輝いとるよ。みんな、顔が輝いてるよ。あー、大爆発掃除ちゃん、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。ナイスパお願いいたします。
はい、で逮捕状が出ています。お前はもう警察？なぜバレたのだ。まさかカバンの中にあった。はい、残念ですね。あ、サリさんありがとうございます。協力してもらう誰ってゲノムの明神さんですね。もうね、罪を償え、明神に。ありがとうございます。ナイスパーお願いいたします。このクソジジイ、てめえのことだよクソジジイ。もうお前もう無所で死んでまえ。お前誰だ、なぜ俺を知っている。ゴキ、う、大丈夫かこれ。須崎死ぬんじゃないか。裏野球拳、野球拳ですね。裏野球拳と一定期だけ、期間だけ消し去り、代わりとなる記憶を埋め込むことができると。まあ裏野球拳を使われたということですね。お前プロ行って野球を続けろ。不正で捕まったのだ。俺にも疑いがかかるだろう。でプロへ行く資格はないと。社会人チーム持ってるよ。ときめき青春工業株式会社。そんなのあんの？すごいね。で、月日は流れ。よくやった。いいね、この笑顔。いやー、最高だわ、みんな。みんな最高だわ、本当に。あ、お願いしましょう。お、耐えるか。あ、耐えないわ、これ。ダメだ。あ、これ耐えないわ。あ、これ死んじゃうわ、これ。あ、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 あ。チーン。最後までやってくれな、大空ちゃん。ひでえ顔だな。やっぱ水木ちゃんなんかこうおっさんにするとひどくなるな。